こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。筋膜とは何かのお話です。鶏肉の皮を剥ぐと薄くて白い膜が筋肉を包んでいます。これが筋膜です。筋膜は繊維性の結合組織ですが、筋の全体を包む外筋周膜、筋繊維を束ねる内筋周膜、それに個々の筋繊維の間にある筋内膜の3つの膜があります。この筋膜によって骨格筋の構造を支持する枠ができて、そのため筋細胞は崩れずに整然と配列していられるのです。また多くの神経や毛細血管の通路にもなっている重要な組織なのです。また筋膜は同じ結合組織である腱と連続性を持っています。その腱は骨を覆う骨膜としっかり結合しています。ですから骨格筋を形作っているのはこの筋膜、腱、骨膜の連続性であるということもできるのです。また筋群は体に浅い筋から深い筋へと幾重にも多重的に存在しています。それらの筋群が自由な運動をできるのは筋群を覆っている筋膜の繊維間の適度な水分が潤滑油の働きをしているからです。また筋膜を構成している結合組織の繊維はあらゆる方向に走っているため、どの方向にも偏らないように折り合わさっています。ですから筋の大きさの変化にも適応して伸長できて、すべての方向に膨らむことができるのです。ところがその筋膜に炎症が起こると筋膜は強く収縮しようとするのです。ですからそこを流れる血液供給が欠乏して、なかなか治りにくくなるし、神経通路でもあるため痛みが強調されるのです。我々の治療において重要な鍵を握る組織でもあるのです。では本日のお話はこれで終わります。